はい、それではボンダーの確認からお願いします。さあ、ユム君はこの模擬レースではトップタイムをマークしてですね、2番手タイムか、9秒593、山田さんに続く9秒593、3分間では19周9秒という記録を持っています。松岡さんは1ラップは9秒80、3分間では18周4秒がこれまでのベスト。はい、歩夢君ポンダー OK です。本日最速アム 31.931 秒。37.35。はい、2人ともポンダ OK です。さあ、練習時間残り40秒。さあ、練習走行から歩夢君は自己ベストにかなり近いタイム出ています。練習時間残り20秒。14.35。さあ、間もなく練習終了となります。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、それではスタートします。スタート順1人ずつです。松岡さん、歩夢君の順でお願いします。それでは2分間ベスト1ラップだけ取ります。レースを開始します。4、3、2、1。松尾にスタート、1ラップだけ、アムスタート。はい、計測開始しました。1ラップのベストは松岡さんが9秒80、歩夢君が9秒59がこれまでのベスト。1周目松岡さん10秒02、歩夢君は1周目11秒台。さあ、松岡さんが9秒559は自己ベストを更新です。なんと歩夢君のこれまでのベストを抜いてきた。松岡さん、歩夢君が9秒94、歩夢君9秒63。さあ、松岡さんがこれでこのレースでは歴代2番手タイムをマークしています。9秒55、残りが1分。さあ、残り40秒。さあ、松岡さん狙っていったが最終コーナーでちょっと当たってしまった。さあ、残り30秒です。現在トップタイム松岡さんがマークしている100分の8秒差で歩夢君が2番手タイム。さあ、お互いあと1周できるかなという感じです。さあ、歩夢君が最終周にスーパーラップを出すのか。これが最終周です。ああ、こけた。
アムゴール、はい、アムくんゴール、レース終了です。でマシンを回収してください。自己ベスト更新しました。9秒559。はい、それでは続けて小見さんと小林さんのヒートコースをオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは KLM 小見。はい、コミさん OK です。さあ、コミさんはこれまで1周のベストは9秒86、3分間では17周の2秒。小林さんは今日は初出場になります。はい、小林さんもボンダ OK。 あら、なんか変な音してたね今。さあ、ボンダは2人とも OK。21.00。11.52。11.24。11.00。すげえ後ろ向きなコメントですね。10.56。はい、練習時間残り10秒。1分10.93。はい、間もなくプラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。出走順は小林さん、小見さんの順です。それでは2分間のベスト1ラップスタート。レースを開始します。4、3、2、1。 KLM スタート、小見スタート。はい、計測開始しました。2分間のベスト1ラップだけ記録します。おっと、なんか変なことがしてる。さあ、1周目小林さん13秒台、小見さんは11秒台。レフかな。さあ、小見さん、ここでベストが来そうだ。10秒48。さあ、10秒26。さあ、先ほどの練習走行で小見さんは10秒フラットぐらい出てましたので、まだ伸びしろありそう。さあ、時計はここで1分、残りが1分です。さあ、10秒13、ベスト更新です。おっと、10秒05。さあ、練習走行でマークしたタイムとほとんど同じタイム出ています。次は9秒台狙っていきたい。残り30秒。さあ、小林さんがここでコース復帰です。ボディが当たってた。いや、マウントが本当。さあ、小林さんはここで11秒85。さあ、小見さんはもう一周できるかな。
JLM レース終了です。残念、ここでコールです。マシンを回収してください。小見さん10秒05がベスト、小林さんは11秒72がベストでした。接着が外れちゃったの。5分ぐらいで直せそう、ボディの方外れちゃったの。そうだ、で瞬間接着剤だ。持ってる瞬着は…ない。誰か瞬間接着剤持ってる人。あ、そこである。じゃあ小林さん、ちょっと瞬間接着剤乾くまで時間があるかかりそうなので、松岡さんと歩夢くんのヒートから35分から始めます。はい、それではそろそろ時間になりますので、松岡さんと歩夢くんのヒートから始めていきます。あと3分間を3回今日走りますので、バッテリーの準備お願いします。それではコースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。さあ、出走ドライバーはこのモディレース、これまでの記録でトップ1、2を持つ選手が出てきます。トップは歩夢くん、これまで3分1人だけですね、19周9秒というのをマークしています。2番手が松岡さん、18周4秒がこれまでのベスト。はい、歩夢くん OK。
両者ともポンダー OK です。14.97。さあ松岡さんは先ほどの予備予選でこの模擬レース歴代トップタイム9秒559を出しています。16.74。 11.21。 9.92。11.00。 さあ練習時間残り50秒。20.74。 何か変えたんですか。 13.66。 9.85。 まだ変えられますよ。10.36、10.59。さあ練習時間残り30秒。10.76。9.81。さあ間もなく練習時間終了となります。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、出走順、歩夢くん、松岡さんの順でお願いします。それでは3分間のレース、スタートします。レースを開始します。4、3、2、1、アムスタート。松尾にスタート。はい、計測開始しました。最初のアイム君9秒83、悪くないです。さあ松岡さんは10秒13。さあアイム君9秒79。さあ松岡さんそれを上回るタイム9秒69。さあアイム君9秒76、刻んできます。さあ松岡さんも9秒6だ出しています。現在トップ歩夢君です。 0.1 秒差で松岡さん2番手。さあ松岡さんちょっとこの週ミスったか。歩夢君と2秒差がついてる。さあ1分経過です。残り2分。さあ松岡さん4周目にちょっとロスがあったもののタイムを戻してきています。おっと再びミス。さあ2人がこれで9周目か10周目に入ったところです。ここで折り返しの1分半。さあタイマシン歩夢君は自己ベスト更新ペース。松岡さんもここから全部まとめていけば自己ベストは更新できそうです。さあここで松岡さんがベスト9秒62。このヒートのトップタイムをマークしている。さあ残りが1分です。歩夢君ちょっとミスがあったがまだ自己ベストペースは守っている。さあゴール予想松岡さん自己ベストまであと1秒ときています。ここまとめていくのが重要です。さあどんどんゴール予想が上がってくるが、あっとここでミス。歩夢君もロスター。2人ともゴール予想が18周になっている。残り30秒。とっとここで残念。さあ、この松岡さんがトップ歩夢君に追いつくかもしれない。
残りが間もなく10秒。さあ、もう一周できるかな。あと、アムゴール。あ、ゆぶくんゴール。松岡さん、もう一周かも。レース終了です。マシンを回収してください。さあ、ゆぶくんは17周の1秒でゴール。松岡さんも17周1秒でゴール。その差が 0.3 秒差。はい、それでは、小見さんと小林さんのヒート構想分。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは KLM コミ。さあ、コミさんはここまで17周の2秒がこれまでのベスト。小林さんは今日が初出場ということです。はい、コミさん OK です。はい、小林さんも OK。 体力で車のバッテリーのこと、それと自分ですか。三分で長期にわたる。そうなんですよ。自分に負けちゃうから。何でもそうだな。俺も煽っていくからね。32.17、24.15。11.03。 さあ、練習時間残り30秒。10.67。 14.98。 はい、時間です。プラクティス終了です。出走順、小林さん、小見さんの順です。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。 KLM スタート。小見スタート。さあ、間を取って2台がスタートしました。さあ、1周目、小林さん12秒0、小見さんが10秒72。さあ、小林さん11秒77、小見さんが10秒69。そう、ここで小林さんが止まっていた。さあ、小見さん10秒65。さあ、小見さん、このペースでいけば予選トップに立ちます。さあ、まとめていきたいところです。10秒75。さあ、小林さんが11秒73。小見さん10秒45。さあ、小見さん10秒42。さあ、小林さん11秒21は自己ベストを更新。小見さん10秒15。さあ、小林さん、前の速い車が来たらなるべく譲ってあげるようにしてください。今、小見さん大切な時期です。はい、ありがとうございます。
さあ折り返しの1分半経過して、小見さんが18周ゴール予想、もちろんこれが出れば今日予選トップだし自己ベストも更新。さあ小林さんもこのまま行くと15周から16周なのでかなりいいとこ行くと思います。さあ小見さんが10秒06、さあ残り1分来ています。はい、大丈夫大丈夫。さあ残りが30秒になっています。さあ小見さんちょっと動揺があったが、ここが大切、ここ大切。さあ今の週ちょっとミスったが、ここあともう数週我慢してまとめてください。さあゴール予想18周入っています。さあ小見さんあと1周できるか、今17周目。さあ小林さんこれ最終周になりそう。さあ小見さんが入った、残り 0.3 秒残し。さあそしてベストも出ている、10秒06、小林さんゴール。はい、レース終了です。さあマシンを回収してください。18周が出ました。18周10秒、小林さんは今日初めてで14周9秒でゴール。はい、それでは2回目は準備ができたらすぐ行きましょう。そうそうそう、予選というかもう決勝も3分間ね、あと2回走ります。あと2回走る、うんうん、あのだからもう一回一応予選やって、はい、最後の1回が決勝、はい、うん、
はい、それではコースオープンしておきます。どこでしょう。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは松尾にアム。さあ、先ほどこのヒートは2人とっちらかって2人とも17周で終わっています。はい、松岡さん OK。 はい、歩夢くんも OK。35.80。サポンダーは2人とも OK です。11.47。10.02。10.92。10.03。 10.84。 練習時間残り30秒。15.43。 12.18。11.03。 10.32。 サービス時間が残り10秒切っています。 10.00。 はい、まもなく練習終了です。プラクティス終了です。はい、出走順、松岡さん、歩夢くんの順です。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。松尾にスタート、アムスタート。はい、計測開始しました。現在のトップタイムはコミさんです。18周10秒、これが現在のトップタイム。最終目、松岡さん10秒15、歩夢くんが11秒台。さあ、松岡さんこの周12秒台、歩夢くんが13秒台。今回もとっちらかってしまうのか。さあ、この松岡さんが9秒79、歩夢くん10秒06。現在トップ松岡さんです。歩夢くんと 2.6 秒の差をつけています。時計はここで1分、残り2分です。さあ、現時点でも松岡さんまだ小見さんのタイムを抜けないという計算になっている。さあ、歩夢くんがここでベスト9秒81。さあ、再び歩夢くんベスト9秒79。さあ、トップと 1.5 秒差まで近づいてきている。3秒以上あった差が松岡さん9秒66。さあ、歩夢くん9秒76。さあ、ここで折り返しの1分半、2人とも18周には今回入れてきそうです。さあ、ただ小見さんのタイムを破ってこれるか。今松岡さんがギリギリといった予想です。さあ、松岡さん序盤にいくつかミスがあったものをまとめてきてます。タイム挽回しつつある。さあ、歩夢くんちょっとこの周ミスター、再び4秒差。さあ、松岡さんこの周でトップタイムを更新という合流走に変わってきました。残りが1分。
歩夢君ベスト9秒64はこのヒートのベストタイム。さあ残り40秒切ってきた。松岡さんが15周、歩夢君がこれ入って15周、その差が 4.3 秒。おっとここで松岡さんがミス。さあ残りが20秒。さあ松岡さんなんとかトップタイムは更新してきそうだがミスは許されない。さあ歩夢君もなんとか18周入ってきそう。さあ松岡さんこれ最終周、歩夢君もこれ最終周、歩夢君ここまとめていきたい。2番手上がれるか。はい、松尾2ゴール。歩夢君もこれ終了です。マシンを回収してください。歩夢君が最終周ベストを出してきた。自己ベストも更新、9秒534、歴代トップタイムをマーク。なんとかレースは松岡さんトップでゴール。18周の5秒、歩夢君も2番手タイム出してきた。18周6秒。さあ松岡さん惜しかった。あと自己ベストまで1秒だった。9秒534。じゃあ2組目8時5分からスタートします。ちょっと、ま、間を置きます。ここがさ曲がるときあるの。
あ、それでは小林さんが準備できたら、始めていきたいと思います。小見さんと小林さんのヒート2回目ですね。はい、それでは始めていきます。コースオープンします。よいしょ。プラクティススタート。プラクティス時間は
2分。さあ、コミさんコースをオープンします。18周マーク出走ドライバーはコミ KLM の2人に行かれてしまいました。先ほどのヒートは4秒以上ロスがあったので、そのロスなくすとまた予選トップは立てます。はい、コミさん OK。 プラクティス終了です。あ、ごめんなさい、ちょっと間違えた。スタートラインに車を。あ、大丈夫です、練習してもらって大丈夫です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。はい、それでは出走ドライバーはコミ KLM。 これをプラクティス終了です。スタート順、コミさん小林さんの順でお願いします。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。コミスタート、 KLM スタート。はい、計測開始しました。さあ、今回1周目10秒76、いい入りだと思います。さあ、小林さん11秒88もいいです。さあ、2周目小林さん10秒20、小林さん11秒51はいいです。2周目ベストを更新している。さあ、小林さんまだまだ全然大丈夫ですよ。ここからまとめていきましょう。さあ、小林さん11秒42。さあ、現在トップはコミさんです。1秒差で小林さんが追う。さあ、コミさんタイム戻してきた。この周10秒45、小林さんが11秒25。さあ、これベストコミさん10秒087。小林さんかなりペースいいです。このままいくと16周は乗っけてきそう。さあ、自分もタイムロスになるので、速い選手が後ろから来たらうまく生かした方が結局得になります。さあ、ここで折り返しの1分半です。さあ、小林さん今回18周はつらいかな。小林さんは16周ペースを守っています。先ほど14周でゴールなので、一気に2周上積みということになる。残りが1分です。ああ、テープが取れたか。走りに影響なければ行っちゃった方がいい。さあ、小林さんタイムロスしたものの、まだ自己ベストは更新ペース。15周は乗っけてきそう。さあ、コミさん残り30秒でどこまでいけるか。現在は17周10秒近辺がゴール予想。さあ、テープを引きずりながらも小林さんが走っていく。残りが10秒、もう1周できるかなというところです。さあ、小林さん今14周からこれ入ったら自己ベスト更新です。15周目入った。コミさんが17周目、これで2人最終周。コミゴール、レース終了です。マシンを回収してください。小林さんが自己ベスト更新、15周6秒。
そう、もう組み合わせ同じです。決勝も2人ずつ、小見さん、小林さん、そして松岡さんと歩夢くんでいきます。はじめに、小見さんのヒートから何でしょうかな。8時15分ですか。はい、決勝も同じ3分間なので、まだベスト更新のチャンスあります。今日3分間のベストを更新したのは小見さんだけか。18周10秒。いろいろ工夫してるから、他のどうやってるのかな。こんなでも練習取れたら見たことない。そうですね。貼り方に黒板じゃない。ちょっとあれのかも。で、どうやってみんなが家までやってないもんね。そうですね。あ、テープを。はい、8時15分から決勝の1組目始めていきます。はい、それでは時間になりましたので、決勝1組目コースオープンしておきます。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはコミ、KLM。さあ、コミさんは今日予選のセッションで、このレース5人目となる18周目をマークしています。小林さん、先ほどのヒート16周ペース出てましたので、これまでのベスト15周破れそうです。はい、2人ともポンダ OK です。はい、それではスタートしましょう。並び順になります。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。
前が小見さん、後ろが小林さんです。はい、ありがとうございます。スタート音一応確認しておきます。いつも本当のレースはランダムなんですけど、今日は固定この音でいきます。これです。それでは3分間の決勝レーススタートします。レースを開始します。4、3、2、1。さあスタートしました。小見さんが低速ラインを取った。さあ小林さん遅れて今スタート。さあ1周目小見さん11秒0。さあスタートでミスってしまった小林さんが1周目11秒8。さあ小見さん10秒75。さあ30秒経過したところです。トップの白いマシン小見さんが4周目に入ったところ、2番手小林さんが現在、これで6秒差です。さあここでベスト小見さん10秒42。さあ、小林さん11秒75。1分経過、残り2分です。さあ青いマシン2番手小林さんもなかなかいいですよ。自己ベストを上回る予想になっています。小林さん11秒68ベスト。さあ早く、はい、ありがとうございます。さあトップのマシン小見さんが小林さん1周ラップして1人9周目に入ったところ、さあここで折り返しの1分半です。さあ小見さん今回は18周入れてくるのか。現在の予想は17周の3秒近辺。ただ序盤ちょっとミスがありましたので、後半まとめていくことでゴール予想どんどん上がっていきます。さあ小林さん11秒10。さあ小見さんここでベスト10秒35。さあ残りが1分になった。さあ2人ともまとめてきました。タイムゴール予想どんどん上がってきます。小見さん10秒32。さあ小林さんもいいです。15周は硬いというところまで来てる。16周もいけるかな。さあ残り40秒来た。トップの白いマシン現在15周目を走行中。青いマシンの小林さんが14に入ったところ。さあ小林さんペースいいですよ。自己ベスト大幅に更新しそう。スタートのミスが悔やまれる。あれがなければ余裕で16周いけた。さあ残りがこれ小見さんこれ最終周かもしれない。 KLM ゴール。小林さんここでゴール。レース終了です。ここでマシンを回収してください。小見さん17周4秒、小林さんは自己ベスト15周1秒でゴール。いやー小林さんスタートだけで余裕で16周入ってますよ。すごい曲がる？曲がっちゃうよね。どっかおかしいな。はい、それでは今日の模擬レースの最後のレースコースオープン、松岡さんと歩夢君のプラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。はい、出走ドライバーは松尾に歩夢。まあでも今日小見さん良かったですか。18周。あ、そうですね。今までこれ14人が参加して5番目だからね今。でも最後呼ばれすぎたちょっと。
はい、練習時間が残り30秒になってます。はい、松岡さんも OK。 ここで練習スタートラインに車を並べてください。それではスコミさんお願いします。前が松岡さん、後ろが歩夢くんです。赤いテープに1とか2って書いてあるんですよ。はい、小林さんありがとうございます。それでは3分間のレースです。スタートスタート音はさっきと同じプッピーンでいきます。それではスタートします。レースを開始します。4、3、2、1。はい、スタート。おっと、せっかくの勝ちなのに。さあ、スタートで絡んでしまったが、ここからミスはしないように。さあ、1周目トップで返したのは歩くんです。11秒台、松岡さん12秒台。さあ、2周目歩くんが10秒13、松岡さん9秒台、9秒68。さあ、トップ争い2台がぴったりくっついています。ワンミスで順位変わってしまいます。30秒経過したところ、おっと。さあ、ここで歩夢くんがミス。松岡さん、ちょっと楽な展開になってくる。さあ、松岡さん、今日ベストも更新してるから十分19周を狙えるポテンシャルを持っています。白いマシーン、ここが帰ってきます。7周目入ったところで1分。さあ、歩夢くんもこれでトップと同一周回、 5.5 秒差。おっと、バックしないといける。さあ、間もなく1分30秒になります。さあ、小田歩夢くんがベスト9秒85。さあ、歩夢くん、なんとか松岡さんと同一周回を守っているが、すぐ後ろに松岡さんが来ています。さあ、ここでベスト歩夢くん9秒77。おっと、松岡さん、ここでミス。おっと、再びミスだ。おっと、どうした、どうした。やばいぞ。さあ、歩夢くんがすぐ後ろに来る。さあ、7秒ほどあった差が一気に詰まり、ここで逆転か。残りが40秒というところ。歩夢くんがここでトップに変わる。さあ、松岡さん、悪夢だ、悪夢だ。4秒差に広がってしまった。さあ、歩夢くんトップだが、自己ベストはちょっと難しいな。残り30秒切っている。さあ、松岡さん、このままだとまさかの16周で終わってしまう。さあ、コミさんは先ほど17周4秒でゴールしています。さあ、これが最終周になるか。なんとか17周は乗せたが、歩夢くんがアムゴールです。はい、レース終了です。マシンを回収してください。4秒、松岡さんが17周8秒でゴール。
やってもうた。まさか19周が出ると思ってたんだけど。さあタイム的には歩夢くんが17周4秒でゴールトップです。2番手が小見さん17周4秒9なのであと 0.1 秒だった。3番手が松岡さん17周8秒。小林さんは自己ベスト15周1秒でゴール。プロポは壊れた？マジかよ。あんなに壊れない。前に来るよ。ハイポイントの設定とかじゃない？ニュートラルを出てくるとか。それのマッチング設定。これ今ゼロ？ポリム。ゼロです。うん。これで大丈夫。あ、そうそう。ポリムがね、あんまりずれすぎると良くない。いつもの設定だと。いつもの設定ってどういうことですか？これ今8なんですよ。8。なんで8にしたの？すぐするように。止まる。バッとしないように。今大丈夫これで。微妙なんだよ。だからもうバックに入るギリギリのところが今ニュートラルになっちゃってるから、サブトリムとかいじってないの。
本日最速末を 110.468 秒。自己ベスト込み 11.67 秒、10.49。11.70。